はい、はい、はい、どうも、振り駒です。はい、油田です。多数の未確認飛行物体、そして両機はニュースさん、今度 F35A、 対空機ですね。油田は2次が対空機でも結構楽しめます。でニュースさんが対空機ということでスタートアルファなので、アルファのスタート前の下げは、結構、低コストの下げが多いです。まあ、これをまず取るのか取らないのかっていうところが、まあ一つの考えどころになるというかね。ですけど、まあ数が多い分、まあこれマルチロックの最終とか持ってると、まあ、割と稼げます。でもそういう時でもそうですね、アルファチームが残してきた掃除しておきましょうかね、陸を。はい、こっち残ってんじゃん。ロックした。アルファブラボー側の会場が丸残りですね、これ。発射。ガンの射程内。ロッキー。ロックオン。残り時間。陸地にポツンと一個残ってる。でもまあ油田の場合、その一時終わった時点でまあ3万以上取ってるのがまあ理想なんですけど、ちょっと取れてないですね。陸地の掃除する方がスコア的には効率悪いのかな。マルチロックさんが持ってる人だと最初の陸地やってもいいのかもしれないね。また。海だ。これもう赤竹。ねえ。マップを見て自分が一番近いチームならもうガンガン取りに行く。まあこれポジション読むのも重要ですね。他の人との位置取り、自分がどんな有利な位置なのか不利な位置なのか、まあ、それによって狙う影を変えていく。
い、まだ出るかな、出た。ああ、これ位置的にあんまり良くはない、良くはないが、敵戦力は撤退を開始、作戦成功だ。さすがは選ばれた強者たちだ。次も期待しているぞ。おお、アルファ隊が大きな戦果を上げた。報酬の使い道でも考えておけ。ミュウさんすごいね、ファイターでトップ。